はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、今もうね、夏場かなり今暑くなりまして、冷却灯がですね、冷えないというトラブルで、お困りの方もですね、結構多いかなと思います。それについてちょっとお話をしたいと思います。冷却灯をこうしっかりこう冷やす条件としてですね、いくつかあります。一つはですね、充填剤がこう目詰まりをして、要は空気の通り道ができてないと、冷却灯の外側から見るとですね、こう充填剤というのは中にこう薄い板が入っているんですけど、ここがですね、目詰まりをしてくると、ここを伝って水がこう流れ落ちているんですね。でそこに横からですね、風を当てて冷却灯というのを冷やしているんですけど、そこが詰まってくるとですね、どうしてもやっぱ水にですね、風が当たらなくなって冷えなくなると。それともう一つ冷えなくなる原因、角型の冷却灯だとですね、冷却灯の上に散水槽というのがあります。でそこにあの小さな穴がですね、いっぱい開いてて、そこから水がですね、バーッとこう降ってきて、下に落ちていく間にですね、風が当たって、冷却水がこう冷えるという仕組みなんですけど、この上部のですね、散水槽が目詰まりをしてですね、水が落ちてきてないと、この場合ですね、冷却水の冷えが非常に悪くなります。であと密閉式の冷却灯が冷えなくなるパターンとしてですね、冷却灯の中に銅のですね、配管がですね、ずらーっとこういっぱいあるんですね。これは熱交換器という部分になるんですけど、銅チューブの中を冷却水が通ってて、でその銅のですね、配管の外側に、今度散布水といいまして、冷却灯の中だけでですね、水が循環している、これが密閉式の構造なんですけど、その銅の配管のですね、表面にスケールがついてですね、冷えが悪くなるということがあります。これも銅管のですね、表面にこうもうスケールがですね、だんだんこう成長してくると、要は銅管の中にですね、熱が伝わらなくて冷却水を冷やせなくなるということになります。これ場合はですね、ちょっと水処理の改善が必要かなというところですね。充填剤の目詰まり、それと散水槽の詰まり、それと密閉式だと銅チューブのですね、スケール、これがですね、だいたい水が冷えなくなる大きな原因。あとですね、水がですね、冷えない原因の一つとして、ストレーナーの目詰まりっていうのもあります。要は水がですね、どんどん循環しているときは冷えるんですけど、ストレーナーが詰まって水の流れが遅くなるとですね、水温がどんどん上がってくるということがあります。いろんなことがですね、積み重なって、冷却水の水温というのは上がってきますので、これだけを改善すればというのはですね、なかなかこう分かりづらいかなと思うんですけど、日頃からこういろいろチェックを点検なんかをしているとですね、そういった不具合のポイントなんかもですね、見えてくるんじゃないかなというふうに思います。特にですね、今もう暑いんで、そういった点検をですね、しっかりやっていただきたいというふうに思います。はい、今回は冷却灯がですね、冷えなくなる原因についてですね、お話をさせていただきました。はい、今そういった冷却水のですね、トラブルでお困りの方に冷却水の無料診断サービスというのを行っております。冷却水をですね、ペットボトルに入れてお送りいただくとですね、水のですね、状態、それとトラブルの改善方法なんかをご提案しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の水温がもう夏場本当にやばいとかですね、それとか冷却水の配管がもうスケールが詰まって、流れんとかですね、そういったことでお困りでしたら、ぜひお問い合わせください。